ハラロは、古代中国の三加婦人科、小児科の書である。五漢から三国時代にかけての書である。小漢論序文にハラロの名が見られる。小漢論序文には、漢王赤のさざ波も傷うようの枠九の緊急、古訓白最終型専用、祖門、九漢、八十一難、恩苗大論、ハラロ、薬録並び、平脈弁償をため、 召喚増病論語16巻との記載される。江戸期の山田都南は、召喚論修正の中で、太平五乱722に引用する、超中継法序曰く、A 弘子行為術、少子中継、有罪式、戦4 0三部欠教及び、婦人体造業、小児期体方三巻を引き、いわゆる腹老とは、婦人小児の儀であると指摘する。また、 幕末の交渉学者の森立野は、召喚論校中の中で、原路とは、原路教、原路法という藤方書の名である。原路というのは、祖門といって、祖門行と言わず、八十一難といって、八十一難行と言わないのと同じ例で、文を省いていると指摘している。この召喚論序文の部分を原路訳録とつなげて読む、説があるとする人もいる。 http://www.ocn.ne.jp:/ 1生産生産超樹型 h t m ハッ t h t t p s h o u k a n r o n b l o g 5 2 f c 2 c o m スラッシュ。モードイコール m& n ーイコール 71http コロンスラッシュスラッシュ homepage3.nifty.com スラッシュ k-o-j-i-n-t-o スラッシュ un-i-c-h-e-c-k スラッシュ2 s z h t m ハット z h、ah、召喚草病論ありがとうございます